お疲れ様でした。やっぱりその原曲をちゃんと聴いて、その世界観を大事にするっていうのはとっても大事にしています。今回なんかあの温かい曲のところでとてもソロがあったので、すごいあの感情込めやすい、とてもあの温かい気持ちで演奏できました。とってもやりやすいですよ。あのやっぱ彼のさんとその頭が整理されてるので、あのこうやって曲数が多い時にどんどんちゃんとその振り始める前にどういう曲なのかっていうのをちゃんと私たちに見せてくれているので、とっても弾きやすいです。はい、フルートの林ロモスです。今回のこのメープルストーリーの、コンサートですね、本当に素敵な楽曲ばっかりなんですけれども、あの特にフルートソロが、たくさんございますので、張り切って頑張りたいと思います。いってきます。ティンパニーの篠崎志門です。あ、楽しいですよね、やっぱこういう、ね、ゲーム音楽とかやると、もう頭から最初の曲は離れてる、パパパパパパパって、もうやっぱりシェーカーとかそういうのが、あの打楽器がね、リズム刻んでノリを作ってるので、あの結構今回休みの曲も多いんですけど、ノリノリで聴いてます。あ、ですね、マイクを乗せたり、やっぱりリズム帯を刻んでる人が多いので、あのクラシックだと伸び縮みする、その要は音下の重さをその時間で使うことが多いんですけど、どちらかというとこれはその音の一個一個がオンタイムで重さとかが変えられるように、頑張って調整してやってみています。あ、もうすごいやりやすいです。久々に飯田さんとやらせていただいたんですけど、やっぱりその、ね、正確ですし、そのやっぱりちょっとの動きでちゃんと何をしたいか伝わるようにやってくださるので、僕はすごいやりやすいです。あ、そうですね、あの原曲の雰囲気を大事にするっていうのが一番大事な感じだと思うんですけど、まあ、その上でオーケストラでやる、実際生で演奏するっていう上で最大限効果が出るようにっていうのをまあ心がけてやったんですけど、なんかありますか？全く同じ感じですけど、はい、やっぱりよりオーケストラでやるにあたって、もっと豪華に、豪華なものは豪華に、壮大なものは壮大に、繊細なものはより繊細にっていうコントラストのがね、よりつくように、はい、勉強させて。結構やっぱりアコースティックギターが活躍する曲が多いので、そういう意味ではかなりその、まあさっきもありましたけど、原曲の雰囲気感っていうのをこううまくオーケーに持っていくにはかなり欠かせない役目になったんじゃないかなっていうふうに思います。いや、もう最高だよね、最高、最高ですよ。立体感が違うので、なんかこう2次元のものが3次元になるみたいな感じですね。もう全然違いますね。それがすごい嬉しいですね。僕らが一番嬉しい瞬間かもしれないです。緊張する瞬間で嬉しい瞬間。そうですね、あ、やっぱり曲数多いとその曲の始まりをどういう雰囲気でするかっていうのがやっぱりすごくたくさんいろんな種類があるので、それをこう瞬時にこうイメージするっていうのはすごく難しいですよね。でもやっぱりあのメープルの持ってるすごくあの多彩なその音楽の豊かさみたいなのがあのどん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 自分の中に入ってきて、すごくなんかね、新鮮な空気をたくさん味わうことができたなっていうのが率直な感想ですね。そうですよね、やっぱりそのバンド隊がいるっていうのはそのオーケストラの中にない発音隊、ドラムであったりだとかそのギターだったりベースだったり、発音隊がね、あまりオーケストラとあまり似てないあの楽器が、まあ、あのたくさん出てくるっていうところで、その辺のこうテンポだったりタイミングの合わせ方っていうのはすごく難しいかなと思います。でもやっぱりそのオーケストラの中にそういうあの普段やらない楽器がこう入り込むことによって、またこうオーケストラに新しい魅力もできてくると思うし、あのよりあいろんな方がオーケストラに親しみやすくなるかなと思って、あのとってもいい試みだなというふうに思ってますね。なるほど、やはりあの3人ともやっぱり素晴らしい編曲家で、あのそれぞれが素晴らしいスキルを持ってるからこそ、あのオーケストラのリハーサルになる前にもうこれはうまくいくなっていうことを楽譜の上から確信できるというか、そういうあの編曲家が集まってきてるのは本当に素晴らしいことだと思いますね。庄司君のちょっとね、あのアブノーマルをちょっと求める雰囲気もすごく好きだし、琴さんみたいにすごくこう情熱的なものを情熱的にあの作り、あの構築するのもすごく琴さんうまいし、笠井君の場合はやっぱりですね、そのすごく美しい世界だったり、そのオーケストラのバランスをうまくとってあの書いていくのもすごく特徴的、やっぱり3人が3人ともすごくいろんな魅力を持ってるからこそ、一つ のコンサートがあのいろんな色であの彩られるというかね、そういうところはあるんじゃないかなっていうふうに思うんで、本当にみんなに感謝してます。